まゆかの教えてあげる。秋の G1 戦線第3弾はクラシック最終戦の菊花賞です。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。菊花賞はコース経験のある馬の構想が目立つから、今回は競馬場実績を重要視してデータ予想してみようと。二冠馬不在の菊花賞を制するのは果たしてどの馬？菊花賞本命は1枠2番サトノラーゼンになりました。そして対抗は6枠11番リアルスティール、3番手は3枠5番ベルーフ、4番手は5枠9番アルバートドッグという予想結果になりました。ということで菊花賞のデータ予想の結果は本命1枠2番サトノラーゼンになりました。ダービー2着の注目は京都コースは2戦2勝とコース適性もバッチリ、ディープインパクト3区初の菊花賞制覇を狙います。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか？以上、まゆかの教えてあげるでした。